今回も格ゲーやって10年なんですが、最近知ったすごいことがあるんですよ。なんと格ゲーってレバーを後ろに倒すとガードができるんですよ。カムレさんは知っていましたか？知らなかった。マジか。ノーベル賞だ。知らんかったな、マジで。ありがて。マジか。これマジ攻略済むぞ、これ。マジレベル上がるわ。いったな、これ。マジで。ちなみに、あれっすよ。結構有名な、格ゲーおじさんの中では有名な話なんですけど、昔、アルカナハートっていう、一世を風靡した格闘ゲームがあって、で、まあ今はもう全然新作あるんですけど、アルカナハートのコントロールパネルって、まあ説明書にガードが書いてなかったんですよね。後ろ後退、前歩き、下しゃがみ、で、なんか、フォーミングとかの説明あるんだけど、後ろでガードっていう説明が書いてなくて、こら難しいテクニックやみたいな、隠しテクニック使うのやめてくださいとかって言われていた記憶があります。ちょっと随分昔の話なんで記憶が曖昧なんですけど、確かねコンパネに書いてなかったんだよね。ゲーセンのコントロールパネルっつって、上筐体の上の方に板があって、そこに紙ペラ挟むんですけど、そこにレバーがあって、レバーの横に操作方法を書くみたいな、よくあるインストカードっていうかね、その説明書があるんですけど、ガードがね書いてなかったんです。だからガードは上級テクニックとされていました。はい、そんな感じです。お便りいただきありがとうございました。